これを知らないとスキャベツを食べても痩せません。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。そちらもぜひ受け取ってください。それでは1つ目の項目からいきましょう。なぜスキャベツを食べても痩せることができないのかっていうその理由があるんですね。それはもしかしたらあなたが召し上がっていらっしゃるスキャベツが腸内環境に負担をかけてしまっている可能性があるからなんです。ダイエットに成功させるためにはですね、腸内環境がいかに整っているかいないかがもうこれ分かれ道になってくるんですよね。もし知らない間に腸内環境に負担をかけてしまっているような材料であったり食べ方だったり量ですよね、こういったところを間違えてしまうともう腸が疲れてしまうんですよね。いやもうちょっとこれ以上私働けませんけどって腸が言うわけです。そうすると大変なことが起きるんですよね。せっかく食べたものが消化吸収できずにあなたはどんどん食べても食べても栄養不足になってしまったり腸が動かなくなることで代謝が落ちてしまったりですね、結果痩せるために必要なホルモンが作れなくなったり味覚がおかしくなってしまったりとね、もう悪いことのオンパレードになってくるわけですよね。なので大事なのは痩せるためにはどんなに痩せると言われているものであっても腸内環境に実は負担をかけていませんかということがねポイントになってくるんです。では2つ目の項目です。何をということでスキャベツを食べても痩せることができない人たちがどんなことをしているのかということで太る原因3つお話ししていきたいと思います。まず1つ目です。キャベツの質は大丈夫ですかということですね。よくこのスキャベツやはりダイエット効果がありますから、いろんなチャンネルでもスキャベツの作り方ということでいろんな方がねご紹介していると思うんですけれども、その中に私のその腸活の専門家の観点からお伝えしますと、そのそもそも使っているキャベツに問題がありますよということなんです。ではそのキャベツどんなキャベツかと言いますと、カット野菜の、キャベツを使っている方というのはね気をつけた方がいいです。なぜかというと綺麗ですよね。カット野菜って袋詰めされててもう一切色も変わらずすごく綺麗な状態で売られていますよね。あれはなぜだと思いますか？普通ですね、私たちが買ってきた、有機栽培のいいキャベツを切ってしばらく放置しておくと色が変わったりしなしなになったり美味しくなくなりますよね。それがいつまでもシャキシャキしているのはどうしてでしょうかということです。それはカット野菜を作る工程の間に何回も洗浄されているからなんですね。ただの水ではありません。まず水でこう泥とかね汚れを落とした後に添加物を使って洗浄するわけです。次亜塩酸ナトリウムを使ったり、その後その品質を保つためにですね、鮮度を保つためにpH 調整剤を使っていくわけですよね。でこれを使った後また洗い流すためにもう一回洗浄するという、工場によって工程は違うにせよ、普通私たちが買ってきてお野菜洗うその回数であったりその洗うその、そもそも内容が全然違うわけですよね。その過程でやはりある程度の特に水溶性ビタミン、ビタミン C とか B1、B2 が大体2割から4割ぐらい失われてしまいますよということが言われているんですよね。ほぼほぼ半分ビタミンがなくなった状態で食べてらっしゃるわけです。なのでせっかく食べたキャベツのですね栄養素がほぼほぼ半分失われてしまっているものを召し上がってしまったり、ある程度国が定めた安心安全の添加物ですよと言われてますけれども、添加物は添加物ですよ。そういったものを体内に常に入れてしまわれますと、もう腸が疲れちゃうんですよね。もう先ほどお伝えした通り、いやちょっと待ってよ、またこんな添加物が入ってきたって、もう私の仕事量増えるやんってね嫌がるわけです。でもついにどうなるかというと、いやもうちょっと私休憩させていただきますって言って働かなくなるわけですよね。疲れてしまって本来の機能が
使えてない。そうなると冒頭でお伝えした通り、あなたは食べても食べても栄養不足になったり、そもそも痩せるホルモンが作れないとか、腸が動かないと代謝が落ちるって、その太るスパイラルへとどんどん入ってしまいますから、よくカット野菜のキャベツ使ったスキャベツご紹介してる方も多いんですけれども、私はせっかくでしたらやはり栄養がちゃんと残っていて腸に優しいですねキャベツを選ぶ、そのことが結果痩せる体質へと近づくことができますし、何よりも健康になります。そして何よりもカット野菜はコスパが悪い、せっかく買ったのに栄養が取れなかったり、こういった添加物がたっぷり入っているものをわざわざ体内に入れなくてもいいですよねっていう考えがあるんです。ではここから太る原因の2つ目ということで、リンゴ酢の種類が問題なんですということなんですね。いかがですか？どんなリンゴ酢を使っていらっしゃいますか？今私がどのようなリンゴ酢とお伝えしましたけれども、なぜリンゴ酢をスキャベツの材料に選んでいるのかという、そのまず理由があるんですよね。なぜかというと、数多くあるお酢の中でもリンゴ酢が酢酸の働きが大きいために、腸がですね元気になる、元をねそこでゲットすることができるからなんですね。そしてそのリンゴ酢、いろいろあるんですけれども、そのリンゴ酢の種類がとってもね大事なんです。せっかくスキャベツをね作る時にリンゴ酢を選んでいるのに、そのリンゴ酢自体の種類が間違っていると太ってしまうからなんですね。ちょっと見ていきましょう。もしあなたがね買ってらっしゃるリンゴ酢の原材料を見た時に、その原材料名の中にこういったものが含まれていたとしたら、それは NG です。それは太るリンゴ酢になります。例えば加糖ブドウ糖液と、要は甘い味付けがしてあるリンゴ酢であったりとか、スクラロース、ステビアなどの、甘味料がね入っていたりとか、あと酸味料、香料、食用油脂、酸化防止剤や乳化剤といった、こういったこう余計な添加物が入っているリンゴ酢を使ってしまう、もしくはリンゴ酢ではなくてもあなたが普段使ってらっしゃるお酢の中にこういった余計な添加物が入っていますと、逆に取れば取るほど太ってしまうんですよ。では太る原因の3つ目です。食事の量になります。こちらはスキャベツとは別に、普段あなたが召し上がっていらっしゃる食事の量が問題だから、スキャベツをいくら食べても痩せることができないということにねなっているかもしれませんよっていうお話です。なぜかというと、もう当然ですよね、召し上がったお食事の取ったそのカロリーよりも消費するカロリーが少なければ必ずその差の分だけ太るわけです。ですから例えば、スキャベツの立場に立ってみるとですね、もしかしたら、いや確かにね私は痩せますよと食べたら、でもその前に待ってくださいよって、いや今そのチョコレート菓子一袋食べましたよね全部とかね言われてるかもしれません。いやそんなにいっぱいお腹いっぱい食べててね、で私スキャベツ食べたからなんとかしてくれって言われても、いやそれはちょっと無理な話ですよってね、スキャベツの立場からすると言いたくもなるっていうぐらい、やはり普段のお食事がですね量が多かったり、腸を汚すような太るものを食べてしまったり、そういったことを続けてる限り、いくらそこでスキャベツをね追加したとしても、それはねスキャベツにとってはもうあまりにも過酷ですよね。それはちょっと無理ですよってね言いたくもなるっていう食事をもしかしてされてらっしゃる方がいらっしゃったら、それはやっぱりスキャベツ効果はなかなか得ることができませんよね。なので腸内環境を整える腸活メニューの食事メニューに一つずつ置き換えた上で、プラスアルファ適量の良質のスキャベツを召し上がることで、しっかりとスキャベツのダイエット効果を得ることができるんです。では3つ目最後の項目です。どのようにすればスキャベツを食べると痩せることができるのかという、具体的な痩せるポイントをお伝えしていきますね。痩せるスキャベツということでポイントが4つあります。まず1つ目は、キャベツ自体を無農薬であったり有機栽培で作られた栄養がたっぷり含まれたまんまのお体にとってもダイエットにとっても良いキャベツを選んで使いましょうねということです。では2つ目です。無添加の良いリンゴ酢を使いましょうです。先ほどお伝えしたような添加物たっぷりの甘い味付けがしてあったり、余計なね薬品が入っていたり、そういったのは使わずに、
原材料名がたった一つだけでできているリンゴ酢を選びましょう。それはどんなリンゴ酢かと言いますと、リンゴ果汁 100% のみ、これ一つだけでできているリンゴ酢を選ぶとまず間違いないです。もっとね、例えば国産のリンゴ果汁であったり、無農薬有機栽培のリンゴ果汁使ってますっていう、そういうリンゴ酢はさらにいいんですけれども、まずもう最低限必要なのは原材料がリンゴ果汁 100% だけで、まずはね選んで使ってみましょうね。3つ目です。お食事の量、食べる量が大事ですよ、内容が大事ですよとお伝えしましたよね。そこを腸活メニューに置き換えることです。例えばポイントがありまして、腸内環境を整えて痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすメニューってあるんですよね。何だと思いますか？それは痩せ菌がたくさん含まれている発酵食品を食べることです。例えばお味噌汁であったり、納豆やぬか漬け、キムチやヨーグルト、チーズなどですよね。こういった一度発酵してある食品というのはですね、すごく痩せ菌がたくさん入っていますし、一回発酵していることで消化吸収がすごくスムーズにいく食材になるんですよね。なので毎食発酵食品入ってるかなっていうことでね、一回一回チェックしていただきたいなと思います。でまた2つ目はね、水溶性の食物繊維が豊富に含まれているものですよね。たまネバネバ食品です。海藻であったりオクラとか里芋とか、そういったネバネバしたものが水溶性食物繊維が豊富ですから、便が柔らかくなってスムーズに出てくれて、あなたの腸が、ね、ピッカピカにね、もう大掃除することができるんですよね。であと3つ目はオリゴ糖です。オリゴ糖が入っている食材を取られますと腸内環境が整いやすくなります。例えばそうですね、玉ねぎですとか蜂蜜とか、まあ、いろんなねお野菜にも入ってますけれども、そういったものバランスよく取ること。で最後は EPA、DHA などの体外から取らないといけないオメガ3系の、まあ、良質の脂肪酸ですよね。そういったもの、まあ、例えばそうですね、アマニオイルとかエゴマオイルとかですね、そういったものから、まあ、もちろんね青魚からも取れますけれども、そういった今お伝えした4つのねお食事取れてるかなということでチェックしてみてくださいね。で最後4つ目です。1日 100g 程度にしましょうです。いくらねダイエットに良いスキャベツだと言っても、もう1日ね、私キャベツ丸ごと1個食べましたとかですね、食べ過ぎですし、そもそも栄養が偏ってねしまうと太ってしまいますから、いいものも適量です。でできれば食前に召し上がると丸です。では最後に簡単にスキャベツのレシピ、作り方をお伝えして終わりたいと思います。ご存知ですか？簡単なんですよ。スキャベツはキャベツが4分の1個に対してリンゴ酢が 100ml、 天然のお塩は小さじ1/2なんですよね。これだけなんです。でこのキャベツも千切りでも良いですし、まあ、ざく切りでもお好みでいいと思います。まあ、歯ごたえが違ったりね、食感が変わるので時々交互に作ってもね別にいいと思うんですよ。そしてこの材料を入れるための保存袋、こうピッとねジッパーでチャックできる保存袋を用意していただいて、でこの袋にねこの材料を全部入れてももみもみするだけでね完了なんです。でそのまますぐに食べずにですね、保存することもできますから、できれば瓶状で、まあ、その熱湯でね消毒したような、まあ、瓶の保存容器がベストです。私もそうしています。でそこに入れて、そうですね、冷蔵庫でだいたい1週間は軽く保存できますので、私もね大量に作ってねギューって詰め込んで、もうギュギュしながらですね、常に我が家の冷蔵庫にはスキャベツがいてくれるっていうね、そういう状態にしてるんですよ。簡単に作れますから、ぜひ作ってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回はこのね痩せるスキャベツを知っておくことで、あなたはね効果的に痩せることができますから、すぐに取り組んでダイエットにお役立ていただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。